シャトゥーンヒグマの森は、増田敏也による日本の小説。第5回、このミステリーがすごい。大賞優秀賞を受賞し、2007年2月10日に、宝島社から刊行された。アニマルパニック小説かつ、サバイバル小説であり、野生のヒグマを圧倒的な存在感でリアルに描く作品。人間が、次々とヒグマに襲われ、生きたまま肉を食いちぎられ骨を砕かれるといった。 残酷なシーンが生々しく描写されている。そのリアルさは、選考会でも評価が分かれたが、読者の間でも評価する層と否定する層に分かれている。また、このようなヒグマを生み出した原因は、生態系を破壊した人間にあるということも、本作では述べられている。ヒグマがその気配を見せながらも姿をなかなか表さない、ところに、 ジョーズの影響が主役とヒグマとの最後の格闘シーンにエイリアンの影響が見て取れる。増田自身も映画好きであり、本作においてこの2作品の影響を受けたことを話している。主人公のトサカオルのキャラクター設定には小島恵子との共通点が多く、モデルはではないかとの意見があったが、小島がパーソナリティを務める TBS ラジオ小島稽子キラキラにおいて、 作者の増田本人が番組内でそのことを認めている。舞台は日本最北の樹海が広がる北海道大学の弟子を研究人。そこに勤める鳥類学者のもとで年末年始を過ごそうと彼の親族や学者仲間たちが集まっていた。そこへヒグマに襲われた密漁者が逃げ込んでくるが車は横転してしまい動かず電話も通じない。小屋に集った人々は 完全に孤立してしまう中、体重350キログラムを超す巨大なヒグマが迫る。小屋は破壊され、一人、また一人と目の前で仲間たちがヒグマに食われていく。残った者たちは必死に脱出を試みるが、猛吹雪に見舞われ、マイナス40度の中で必要に追ってくるヒグマと戦い続ける。奥谷通教作画によりビジネスジャンプにて、 2008年15号から2009年14号まで連載された。ありがとうございます。